様、こんにちは。戦争の記憶の時間です。この番組では先の戦争の体験を孫の世代に伝えていきます。本日はゲストに女優でエッセイストの黒田福美さんをお迎えしています。黒田さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお話を伺う前に黒田福美さんのご紹介をさせていただきます。黒田さんは女優エッセイストとして活躍していらっしゃいます。東邦学園大学演劇科をご卒業され、映画ではタンポポ、毎日が夏休みなど、またテレビドラマにも多数出演していらっしゃいます。韓国の文化にも大変お詳しくて、韓国に関する番組出演や、そしてソウルマイハート、ソウルの達人、黒田福美の韓国ぐるぐるなど、ご著書も多数あります。2002年には FIFA ワールドカップ日本組織委員会を務められました。そんな黒田さんが朝鮮人特攻隊員の慰霊碑の建立を願い、長い間力を尽くされたことをまとめたのがこちらの本です。バック出版から再版という形で出版されました。それでも私は諦めないというご本です。私が朝鮮人特攻隊員を弔う理由ということが帯にも書かれています。そうしたですね、今回の黒田さんが、夢に、見たお話から、この朝鮮人特攻隊員の慰霊碑建立にかけての長い道のりを、今回4本にかけてお聞きしたく思っております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私も映画タンポポですとか毎日が夏休みなど、はい、見ていまして、黒田さんの大ファンでしたので今日本当に緊張してしまっていい言葉が使い使いになるかとても今不安でいるんですけれども、一生懸命頑張りたいと思いますので、こちらこそよろしくお願いします。お願いします、はい、ではまず早速お話をお聞きしていきたいと思うのですけれども、はい、まずこの5本の最初の方にも書かれておりました、夢のお話から伺ってよろしいでしょうか。はい、91年の夏だったんですよね、はい、ある神戸のホテルに宿泊していた時だったんですけど、突然に不思議な夢を見まして、で91年っていうのは私にとってはまだソウルの達人というガイドブックを作る前でしたし、それから時期的にはオリンピックが、ソウルオリンピックが終わった後で、で世の中的に言うと嫌韓ムードという言葉がそろそろこう初めてこう登場してた時代だったんですね、はい、で、私はもうその時点で韓国に関してはもう長いこと関わっていたんですけれども、まあ、日韓の架け橋になりたいというような思いがあって、で、オリンピックも無事に終了して、でそれまでのストロークっていうのは日本の中では韓国というのは、まあ、朝鮮半島に関する話題自身がタブー視されているようなところがあったんですね。要するに朝鮮半島をな何半島っていうのかだけで大問題になっちゃうようなところがあったんです。あ、そうだったんですか、はい、じゃあ朝鮮半島以外の呼び方もいろいろあったんですか。うん、というよりも、今でこそ放送コードとして朝鮮半島というようになっていますけれども、韓国の人からすれば朝鮮民、あ、韓半島であり韓民族であり韓国語でありっていうね、そういう立場ですし、また朝鮮の人たちから見れば朝鮮半島だしっていうようなことがあって、朝鮮語だし、だから言葉一つで大問題になるっていうところがあったんですね。だからそのマスコミはなるべくこの話題には触れないでおこうというような風潮があったんですけど、まあオリンピックが始まる少し前ぐらいの86年ぐらいからかな、一挙にその半島に対する報道が増えていったんですね。それまではやっぱり文化にしても、旅にしてもグルメにしても、そういう柔らかい話題でも何かあったらもう大変なことになるっていうことで、やっぱりこう皆さんが敬遠する話題だったんですね。それがオリンピックを目前において一挙にその報道が多くなっていく
ところが、まあ、無事にソウルオリンピックが88年終了すると、はい、それまでそのタブー視されていたものがバーッと世の中に増えていきましたので、こうみんながこうもうお腹いっぱいっていう感じになって、そしてその嫌韓ムードという言葉が生まれ出すんですね。で、私はその、まあ、なんでこんなことを始めたかっていうと、やはり当時の、日本の中では韓国朝鮮に対する無理解と偏見っていうのが溢れていたもんですから、まあこれがいいとか来賛するっていう思いはありませんでしたけれども、少なくとも知った上でものを言おうよというね、私たちもしかすると何も知らないでいて最初から色眼鏡をかけていやしないかっていう、そんな気持ちからね、まず知ることから始めようっていうような思いで、まあこう私自身も無知でしたから、韓国朝鮮のことを勉強しだすということを始めたんですね。で、まあそんな中で少しでも、まあ、媒体にいる人間ですから報道に関わっていきたいというような思いで、それでそのオリンピックの報道の時には、まあ、異色なレポーターとして、つまりその、オリンピックが始まるまでは韓国というのは男性専科でして、その学者か政治家か研究者でないと男の人たちだけが研究するものであって、女性が、今でこそね女性専科になりましたけれども、当時はね女性で韓国に関わる人なんていうのはほとんどいなかったんですね。でそんな私が、まあ、オリンピックが終わって、そして少しみんなが世の中が縮小してきた中で、このまま放っておくと、まあ、オリンピックを機に観光国としても注目を浴びましたけれども、このまま放っておくと観光国としての帰り見られなくなるだろうと、グアムやサイパンに負けるなっていうふうに思って、次に、韓国を話題にするとしたら、まあ、その時やはりその朝鮮というのはなかなか近づけないところがありましたから、まずは韓国から入っていこうというようなところを考えをしていたんですが、じゃあどういうような話題を提供していったら次のなんてマークキングというかね、皆さんに振り返られる国になるだろうかって考えた時に、そろそろとこう自分の中に、もしかして観光としての韓国はどうだろうかというようなものを模索し始める、はるかにまだ前だったんですよ、91年というのはね、はい、94年にソウルの達人っていうかなり画期的なガイドブックを作るんですけど、それよりもはるかにまだ3年も前ですから、ですからこれから、まあ、どうしたら韓国に注目してもらえるかなっていうことを考えている途中ですから、ましてやその戦争と太平洋戦争、まあ、と韓国っていうことは、まあ、知識の中でですね、日本が併合していましたから、当然その朝鮮人兵士がいたっていうこととか、その歴史の中でのごく常識的なことはこう想像はできていましたけれども、そんなに深い知識はなかったんですね。それなのにそのある時91年の夏に、とんでもないところでその、ホテルである時宿泊していたら夢を見るんですね。でその夢というのが実に鮮明でですね、私が海の静かな渚に一人で立ってるんですね、はい、もう空は本当にトルコ石のように透明感のないような真っ青な空 で遠くにこうジャングルのようななんかマングローブみたいなそんなのが見えて、でこう誰もいない静かな浜辺で白いさざ波がこう漂っているみたいなね、打ち寄せてくる。そうするとそこになぜか私が立っていると向こうから一人の青年がニコニコと微笑みながら私に近づいてくるんですね。でスッと私の前で止まって見上げるような男の人で、それで色の黒いにこやかな人 で僕はね飛行機乗りだったんですよ、でここで死んだんです、
戦争で死んだことに悔いはないんだけれども、ただ一つ残念なのは、自分は朝鮮人なのに日本の名前で死んだことなんですよねって言って、こうニコニコっと笑う。そこで目が覚めるんですよね。でガバッと起きて、いやあれは何だろうと全く解釈ができなかった。で逆にその翌日友人たちに会って、こんな夢見たんだけど何だと思うみたいな。そしたらその友人が、もしかしてそれ特攻兵じゃないのって言ったんですね。でえって想像もしてなかったんで、それでそうだったんだろうかっていう思いから、その自分の中に、確かにその太平洋戦争の時にもちろん多くの朝鮮の青年たちが兵士として犠牲になっていること、はい、でだとすればもちろん特攻兵で亡くなった方もあってもおかしくないなっていうような思いが渦巻き始めるんですね。それでその後その方について調べ始めたんですか？はい、それが91年で、それで、まあ、ずっと心にはかかっていたんですけれども、はい、誰だかわからないじゃないですか。そうですよね、まずね、その夢を見て私はこれはただごとではないというふうに思ったもんですから、はい、もしもこの夢に出てきた青年が特攻兵であるとすれば、あの靖国神社の優秀館に祀られているにし違いないというふうに思って、 そしてその年 の、はい、あのま、その7月に夢を見ましたから、その年の2ヶ月後ぐらいに中足といって、あの、韓国ではあの、中秋の名月の時が法要な大きな法要が行われるんですね。あの、まあ、黄泉の国から自分たちの、ね、あの祖先が帰ってくるということで、日本でいうお盆のようなお盆です。お盆です。はい、でこの日を置いて他にないというふうに思って、はい、それでそれがあの9月の27日なんですけれども、その時に靖国神社に行って、で、まあ、これは全くあの関係ない石碑だったんですけれども、その境内の中に、北韓大正碑という石碑があるという噂を聞いていて、私はあの優秀館があるっていうことよりもそっちの方を先にしてたんですね。で優秀館でそういう方を祀られているっていうイメージさえその頃持ってなかったんですよ。それでその実はその北韓大正碑というのは日露戦争の時に、日本があの、朝鮮半島からですね、あの勝利して、戦利品として持ってきたというあの石碑であって、でその碑文に書かれたものはあの、加藤清正軍が、朝鮮に出兵した時にですね、義兵が怒って、そしてそれを打ち負かしたという、そういうような内容の碑文であって、それを、日露戦争の時に戦利品として現地から持ち帰ったという石碑だったんですね。でおそらくこれは内容が内容だったので、あの当時そのいろいろな倉庫みたいなもの、文化財を収める倉庫が あったそうなんですが、そこに入れることができなくて靖国神社に払い下げられたのではないかなっていうふうに思っているんですが、でそのすいませんね、こんな話が長くなっちゃってね、でその、石碑がもしかするとその、兵士たちを祀ってある石碑なんじゃないかと大きな勘違いをして、私はその石碑にたどり着くんですね。で、そこに花を捧げて、あの青年がもう一回出てきやしないかというのを待ったんですね。というのはその あなたが言ったこと、つまり自分は朝鮮人だったのに日本の名前で死んだことが残念だと言ったその話が本当だとすれば、これはその青年が死んで亡くなってなお私に託した最後の遺言であると思ったもんですから、
これは何とかして差し上げなければいけないし、何とかして差し上げたいということをしかと分かったということをせめて伝えたいと思って靖国神社に行ったんですね、はい、ところが、まあ、見当違いなその石碑にたどり着いて、そしてその頃は何も知らなかったもんですから優秀館にも行かれずに終わるんですが、それで、95年の年でしたが、ちょうどその終戦から50年という年になって、はい、まあ、その頃から私もいろいろなものを書くということが少しずつ始めていたものですから、ある新聞で、連載のエッセイをやってみないかというふうに誘われて、はい、それで13回でそのいろいろとその時々思ったことを週一で書いていくというね、はい、話題はもう様々でいいっていうことだったんですけど、私はそのちょうど、戦後50年の年にあたることから、ぜひともあの夢を見たことを書いてみたいというふうに思うんですね。それでだけどやっぱりまあ1000ぐらいのね文字で、それでそれだけのことを書ききれないと、それでそのデスクに相談して、はい、初めの3回連載で、で1回だけしか読まなかったとしてもそれなりに成立させるように書くから、3回連続でこの不思議な夢を見た、第1回はこんな夢を見たっていうタイトルで始まるんですけど、その顛末をそのエッセイ3話に書くんですね。でこれを靖国神社の広報の方が見ていてくださって、それでまあその石碑にすぐにたどり着けなかったもんですから、いろいろと中の方にご案内いただいたりしたことがあって、多分お探しの石碑はこれだと思いますっていうふうにご案内いただいて、もうあの頃とね、随分こういろんな建て替えとかもしましたんで、随分様変わりしてしまったんですが、その石碑自体っていうのは多分人目につかない藪の中のようなところに放置されていたんですね。でまあそこにたどり着いてお参りをするということがあったんですが、その広報の方からぜひもう一度おいで願えないかと、原稿を拝見したと。で多分うちでお祭りしている三山文博さんこと卓京雄さんがあなた様を呼んだんだと思うと、だけども私の手違い、私どもの至らないために家のところまでご案内できなかったと、ぜひとももう一回おいでいただきたいということで、その95年の連載をしている最中でしたけれども、ご連絡をいただいて優秀館をご案内いただいたんですね。そうだったんですか。じゃあ優秀館の中でその三山さんにお会いすることができたんですね。ご遺影ですとかご遺書を拝読することができたんですか。はい、そうです。で今でこそもっと小さい版のね写真が飾られてましたけれども、ますけれども、その頃はかなり大きなね遺影が飾ってありまして、そして今富屋食堂という知覧の、はい、鳥山留さんがね特攻兵を送ったという旅館が再現されて、そこが博物館のようになっているんですけれども、はい、最後に三山さんが鳥山さんに送ったという、はい、その朝鮮の布で織ったものを形見に渡していくんですが、それが展示されていましたですね。で広報のその神職の方がこの方じゃありませんでしたかって言って家を示されたんです、はい、でそれがよく私たちが目にする三山さん の、 お姿なんですけれども、その方は夢に出てきた方とこう面影はあったんですか。うん、そうお尋ねになりました。でも私は分かりませんと答えましたね。だって何年も前の夢ですね、いえ その時はその年の夢、あそうですね、あそう4年前の、ね、夢 でしたけれども、その年が年月が経ったというよりも夢に出てきた一瞬見た人の面影をこの人だって言い合って
てられないと思ったんです。も白黒ですし、角度なんか表情も違いますよね。でもその人には特徴があったんです。でだからね、後にその鳥山まとめさんの娘さんにお会いした時に、はあ、これはやっぱり光山さんだって思うようなあのことが いくつも符合していくんですけれどね、はい、でもその時はあのいやこれは分かりませんって言って、どうもありがとうございましたって言って、そこを辞してくるしかなかったんですよね、うん、そうだったんですね。それからはどんな風に光山さんのことを探していったんですか。でもそれがあのヒントになりまして、あの靖国神社ではその特攻兵の方たちの記録ですとか、はい、いろんなご本が出てますよね、はい、でその神職の方に言われて、はい、あれが光山さんだったのかもしれないと思って、そしてその、いろいろな兵士たちの乗った特攻兵の兵士たちの乗った本を買って帰って、はい、そして初めてその光山さんの経歴を知るに至るんですね、でもそれが果たして本当にこの方かどうかっていう確信は持てないまま、でも大きなヒントをいただいたということなんですね。そうだったんですね。このご本を読ませていただきますと、それから光山さんのことをいろいろこうお調べになる中でいろいろな名前があったと、はい、いうこともおっしゃってましたよね、まあ、それからですね、あのまずはこの方、例えばこれがあの夢に出てきたのが光山さん、タッキョンヒョンさんだったとしたらという仮定のもとにいろいろとこう調査をねしていくわけですよね。まあこう気になりますからね。でもあのご親族がほとんど死に絶えて、それであのご家族がいない方なんだっていうことが分かって、それでほとんど手がかりがないなって思ってたある日のこと、あのあるテレビ番組でですね、はい、鳥山とめさんを特集した番組を、あの、まあ、どんな方だったのかと一覧でね、その特攻兵たちを送る鳥山さんのねあのことを特集した特攻の母鳥山とめという番組がを偶然目にするんですね。でそこでですね、なんとそのタッキョンヒョンさんのいとこさんだという方がテレビに出て、 そして、ね、インタビューに答えているというところに遭遇したんですね、親族の方が、はい、でまたその鳥山さんはことに光山さんを可愛がっていたと。でなぜならば他のねあの特攻兵の方たちも本当にあのかけがえのない方たちですけれども、まだね面会に来る方たちがいたと。けれども光山さんはあの朝鮮の方だから、誰も面会に来る人がいないと。で時々自分のところに遊びに来てはその食堂でねこう腕を組んでじっとあの天井を見ている姿とかね、それからまああの面会もなくてその身内もないからことに自分のあをお母さんのように慕って、そして自分の子供さんたちですよね、まだ十三子の娘さんたちを兄弟のようにしてあの家族のようにして過ごしたというね、そういうことがあったもんですからことにあの光山さんに思いをかけていらっしゃったそうなんですね。であの そういうことがあのそのご親族がいるってことが分かって、それであのだからこそあのタッキョンヒョンさんのお身内であるあのタッジョンエさんという方がを番組としても探し出してですね、そしてあのその証言をなさっているところをがあったんですが、私もロケ中だったにもかかわらずロケから帰ってきてパッとテレビを見たらそのシーンに出くわして、これはと思ってすぐにもうそのテロップをね、はい、あの見て、そしてその
この方にお会いしなきゃいけないと、ご親族があるんだとすれば、私が最後に遺言として聞いた、あの、自分は戦争で亡くなったのに悔いはないけれど、朝鮮人だったのに日本の名前で亡くなったのが残念だったという、この言葉をご親族に伝えたいっていうふうに思って、そしてどうしてもお会いしなきゃいけないと思ったんですね。で、あの、なんとかご連絡先をっていうふうに申し上げたら、あ、番組としては直接はあのお知らせすることはできませんが、あの、トメさんの娘さんである赤羽玲子さんにあのお尋ねになってくださいということがあって、はい、娘さんの赤羽玲子さんとご縁ができるんですね。そして、玲子さんに、はい、あのとリレーションができましてですね、実はこんな夢を見たんですと、そしてぜひともあのお会いしたいんでって言って、そしてあのご住所も伺って、で先に私はご親族と会うことになるんですけれども、で、99年だったかな、あの完膚フェリーに一度乗ってみたいという、東京の人間にとったら完膚フェリーっていうのは夢の船なんですよね。やっぱり遠いでしょ、あの福岡の下関まで行くのはね。で、あの一度乗ってみたいなと思ってたんですけど、ちょうど下関に行く用事があったので、でそのジョンエさんというそのいとこさんですね、唯一血のつながりのある女のいとこさんが、はい、あとその当時は男のいとこさんも、当時大阪、本当にあの日本にいらしてた時には、戦時中はですね、あの大阪で、国鉄にお勤めだったというね、その男のいとこさんもご存命だったんですけれども、はい、ぜひお会いしたいんでっていうことでね、その完膚フェリーに乗って、そして釜山に着くんですね。そして、忘れもしないあのアリランホテルというところでお目にかかってたんですか。1999年ということは、もう夢を見てから8年近くが経過していたということだったんですね。ではそのご親族に会った時のお話を第2話でお聞きしていきたいと思います、はい、それでは戦争の記憶第1話をご覧いただきましてありがとうございました。